上田吉次郎、上田吉次郎、上田吉次郎、1904年3月30日から1972年11月3日は日本の俳優。本名は上田貞夫。悪の強めな演技で知られ、300本以上の映画に出演。愛称は植吉。悪役、仇役を得意とし、弱者を痛めつけ、自分より強い者には平身低頭するような悪役が、 多く、独特なダミ声は、よく生態模写で取り上げられた。1904年、明治37年3月30日、兵庫県神戸市三宮に生まれる、旧生第一神戸中学校、現兵庫県立神戸高等学校在学中の1918年、大正7年、神戸中央劇場で見た、新国劇の舞台、新朝顔日記で、 沢田昌二郎の演技に感動し、彼に弟子入りを頼んで、新国劇に入団する。1921年、大正10年、華麗の市民の救治役で初舞台を踏み、早くから次第に沢田に次ぐ役を演じる。後に新国劇の二枚看板となる、島田正吾、辰巳龍太郎よりも、はるかに先輩に当たる。1925年、大正14年、 新国劇が牧野と提携して、東亜キネマ当時印撮影所で制作した、国貞忠寺、温州の彼方に、月形半平太の三作に、沢大東と共に出演する。1926年、昭和元年、一心上の問題から新国劇を退団し、東洋座という一座を組織して、旅回りをする。寺には蛇を全身に巻きつけて、大蛇劇と称する芝居までやっていた。 1934年、昭和9年、京都、渦政発生映画で、早川摂取主演の、荒木又江門殿下の伊賀越に出演。これがき、っかけで映画に脇役出演するようになり、1939年、昭和14年に、荒木又江門殿下の伊賀越での演技に感心した、稲垣博監督の推薦で、日活京都撮影所に入社。 ドスの効いた声とふてぶてしいマスクに加え、彼一流の芸熱心で注目を集める。1942年、昭和17年に、日活が大英に合併されてからは、大英の所属となった。戦後は、東宝と契約し、黒沢明作品に常連出演する。大げさなジェスチャー、独特の声色と言い回しでユーモラスな悪役としても、人気を博した。 後にフリーとなり、大英、東英、小竹の作品やテレビドラマにも出演する。稲垣博史によると、亡くなる数年前頃からうなるような喋り方が人気を呼び、テレビの影響もあって、その一色の演技に固まってしまったという。また、上吉プロダクションを設立して、短編映画を撮ったりもした。1971年、昭和46年、 高等癌の手術を受けて、生体を切除し、独特の声を失う。翌1972年、昭和47年11月3日、高等癌のため、東京都調布市小島町の自宅で死去。68歳没。幼女は、林重俊と結婚した。稲垣博史によると、個性的な、というよりも悪の強い演技で得意な存在だったから、いろ,いろな映画に出演して、 いろいろな役を演じて評判が良く、リアルなものから、あちゃらかまで、時代劇でも、現代劇でも注文に応じて、何でも来いという芸達者だったと、上田を評価している。稲垣が上田を認めたのは、勝見陽太郎監督の、荒木又右衛門殿下の意外つの桜井神座衛門のの演技で、戦国武を忍ばせるような風格と演技と声と、エロキューションに見せられたという稲垣。 将来日本映画に役立つ俳優だと思って日活に、上田を推薦した。しかし、当時の大スターである、大河内伝次郎を申告劇の後輩だからと言って、大川地区に呼ばわりして、周囲の貧縮を買うなど、入社した、上田の評判はひどく悪かった。稲垣は上田について、時代を捉える敏感なところもあったが、一面にこうした、まぬけなところもあったといい、稲垣の、 宮本武蔵、1940年で演じた、秩父の熊五郎の演技が評判となると、あの演技を考案するため岡崎の動物園に、日産して、熊の動作を研究したなどと至るところで自慢して、歩いていたという。稲垣は、彼には、奥ゆかしさとか、控えめというものがない。そこがいいところでもあったし、また、人から嫌われるところでもあったのだとし、 だが彼の演技研究の熱心だったことは認めなければならない。それを彼自身が口に出して売り込むから安っぽくなるのだが、その安っぽさも実は彼らしいところでもあるわけであると評している。黒沢明の羅生門がグランプリを取ると、グランプリ受賞の羅生門出演、上田吉次郎と印刷した葉書半分ほどの大きな名刺を作って話題となった。このように上田は、 赤超鎮的な脇役だった。セリフ覚えが良い方でなかったので、台本やプロンプター用紙に漫画を描いて暗記していた。台本の、貧乏というセリフには一文線の絵に、バズを描く、驚いた声を出す場合は、火山が噴火した絵をプロンプター用紙に添えるなど。また、小道具やセットのカメラの四角になる部分に自分のセリフを書き入れることも言った。小沢茂雄によれば、 生放送テレビドラマの際、植田がセリフを書いた地蔵のセットを誰かがいたずらで、裏返しておいて、本番を迎えた。フレームインした植田は、慌てることなく、無、裏のわらべが、悪さをしよってと言いながら、地蔵を元通りにし、演技に入ったという。絵が好きで、いつも、画像と鉛筆を手放さなかった。暇があるとスケッチし、唾を指につけて再色した。ある時、 黒沢明監督が冗談で、セザンヌの画のようだというと、すっかり真に受けて百枚ほどのスケッチを黒沢の家に持ち込んできた。さすがに黒沢監督も困り果てて、大した野郎だと十枚ほど見て、シャッポを脱いだと言い,い。これ以来が白づいた上田は、ついにはアンデパンダン店に大作を出品したという。 娘の若い頃の写真を模写した、舞妓趣旨の像は高値がついたが、稲垣が後で聞くと、飼い主はどうやら、上田本人だったという。1936年、昭和11年頃、行動国展は結成した日本映画人、禁止連盟の副会長になったが、会は3ヶ月を待たず解散となった。この頃、夫人は、子宮癌で長く患っていた。 上田はまだ四十前でもあり、夫人は、辛抱できないでしょうから、内緒で浮気をしてもいいわと公認した。ところがうっかり外白したその晩に、夫人は息を引き取ってしまった。骨上げをした後、幼い娘から、お父ちゃんの馬鹿と泣かれた上田は、お母ちゃんは死んだけど、お父ちゃんの腹の中にちゃんと収めてやると言って、遺骨をボリボリかじりながら酒を飲んで、夜を明かしたという。 亡くなる前にはポケットに発生器を忍ばせ、喉にマイクを当てて、これからは絵を描いて、暮らしますと話したといい、ポケットから聞こえる機械音声は哀れだったが、稲垣は、それはいかにも蒸気らしく、微笑ましかったとこれを忍んでいる。小さな機械が好きで、万年筆型の懐中電灯や、ピストル型ライター、電池式の手持ち扇風機を、カバンから取り出して得意然としていた。 8ミリカメラが一般的でない頃に上基プロダクションの作品を作っていた。太字の題名はキネマ旬報ベスト10にランクインした作品は黒沢明監督作品。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。